引くか。獲物は逃がさねえよ。お、行こう。俺だってやるときはやるよ。前進する。らしいとこお見せしやすぜ。本場見せろや。ここが正念場だ。あっしらなら負けるはずありやせんぜ。やられる。この戦勝つぞ。切り込みたい。突撃。作戦成功。ここは引くしかあるまい。進軍せよ。
し、俺たちの勝利だ。命令すりゃいいんだ、いつも通りに。風か。おい、ハッサン。獣か。いや、確かに物音が。誰かいるぞ。シャルロット様。まあ、ありがとう。待て、その格好で行くつもりか。グリフィスに恥をかかせるな。用があるなら二人の話が終わるまで待て。借りるぞ。おい、
どうして男は血を流すことばかり好むのか。姫様はそうおっしゃいましたね。ええ、確かに男にはそんな野蛮な一面があるのかもしれません。でもそれは尊いものを勝ち取り守るための道具、諸刃の剣なのだと思います。尊いもの、恋人、あ、いえ、騎士の名誉どちらも大切なものですね。恋や名誉のために戦い死ぬのは騎士の本懐ですから。でも男なら、その前にもう一つの尊いものにおそらく出会ってるはずです。もう一つの？誰のためでもない、自分が自分自身のためになす夢です。あ、夢。身分や階級、老いたちに関わりなく、人は夢に恋い焦がれます。夢に支えられ、夢に苦しみ、夢に生かされ、そして夢に殺される。夢に見捨てられた後でも、それは心の中でくすぶり続ける。そんな一生を男なら一度は思い描くはずです。夢という名の神の殉教者としての一生を。生まれてしまったから仕方なくただ生きる、そんな生き方、俺には耐えられない。すみません、女性には退屈な話でしたね。え、いえ、そのグリフィス様って不思議な方ですね。どの貴族より貴族らしくて、でも草笛の鳴らし方を教えてくださったあなたは野遊びに慣れた子供のようで、そして今は哲学者のよう。あなたのお友達の方々もそんな魅力に惹かれてあなたについてこられたのでしょうね。彼らは何度も一緒に視線を越えてきた大切な仲間です。でも友とは違います。決して人の夢にすがったりはしない。自分の生きるわけは自らが定め、その夢を踏みにじる者があれば全身全霊をかけて立ち向かう。たとえそれがこの私でも。私にとって友とはそんな対等のものだと思っています。グリフィス様、あなたの夢って。姫様！大変です、おじ上様が、ユリウス殿下がお亡くなりで。何ですって？暗殺です。お屋敷に何者かが忍び込んで、ご子息のアドニス様まで。城中大騒ぎです。晩餐会は中止してすぐ城にお戻りになるよう国王陛下からのご命令です。すぐ兵が到着します。早くお支度をなさいませんと。戻るぞガッツ、チューダーの仕業なら戦が。ガッツ